そうでしょ。離婚したいか。したくない。あなたいなくなったら私もう一人で死ぬしかない。だろ、うん、だからもっと新鮮に生活に変化を変えろ。変化を加えるだけだよ。変化を加えるだけでいいのね。マンネリだから今。分かった。な、頑張る。よし、うん、ただいま。行ってらっしゃい。はい。どこ行くんだ俺。え、帰ってきてどこ行くんだお前。あ、変化があったかなと思って。違うよ、まあ、考える、頭使えよお前。はいはいはい、ただいま。ケンちゃんお帰り。はい。ってなんだよお前、子供か俺。子供じゃダメ。ダメなの。違う、なんかねえかな。殿。殿。殿。あ、殿って呼べばいいのね。そう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 。行くぞ。ただいま。殿、お帰りなさいませ。うん、今帰った。なんかいいだろ。いいだろ、いいだろ、感じがな。お疲れ様でした。ほら、昔はお前、新婚の当時はお前帰ってきたらチューとかやったろうね。え、やる。ただいま。お疲れ様でした。これはなしにしよう、明日から。え、なし。いいじゃん、私すごい蘇ってきた。明日からこれはなしにしよう。なし。なしなの。ああ疲れた疲れた。はいはいはい、よいしょ。だからだから、それがや、えこの背広毎日いつもこのハンガーにかけられてるんだ。つまんなくねえかお前。マンネリマンネリ、変化が欲しいんだから。これもマンネリ。こういうとこあってもいいよ、なんかざっとこれあってもいいの。ここでいいんだ、いいんだよ、こういうの。えたまにはそういう変化があっていいの。斬新だろ。うん、何これってなるだろ。なる。それがいいんだよ。シワだらけでいいんだ。そう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 、これもこの辺にこういう感じで。あ、すごい、すごい新しい。じゃあいいじゃん。いいわね。例えばね、例えばお前、うんうんうん、靴なんかもな、うん、こんなとこあってみな。靴ここに置くの。なんか変化あるだろ。すごい、アメリカン。アメリカンだろ。そう。ちょっと寝巻き、寝巻き、寝巻き、寝巻きね。ここにあるんだ寝巻きは。あ、ごめんなさいね。あとお前に一個言っていいかお前、うん、その仏壇の値はやめろ、仏壇の値。これ好きになったんでしょ。お前それ頭変えてくれよお前。え、これ変えた方がいい、マンネリ。なんかお前仏壇みたいだお前これ。やだ。はいはいはい、どうぞ。だからさ、え、これも毎回毎回こうやって同じことだろ。うん、ちょっと変化つけてたまにこうやって来てもいいじゃん。前から、うん、こんなもんらしい。あ、見たことないだろ。見たことない。これが変化だ、変化。すごい大人の感じ。これが欲しいんだよ。あ、これが変化か、うんうん、そう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 。じゃあね、帯。だから帯もいつ、帯も帯も帯もいつもここにいるだろ。飽きてんだろ帯だって、きっと。帯が飽きてんの。あー、つまんねえと言ってるこれ。たまにはこう、こっちからこういう風にやってな。そう言っちゃう。こういう具合でたまにやって、こう、これ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 でいいの。うん、すごい変化だよ。新しいだろ。見たことない。ほら、すごい変化だ。すごい。お前もたまには肩がおっぱい出してみるな。嘘、出しちゃっていいの。私も出しちゃっていい。今はダメだから。背中丸に。こういうな、こういうところもさ、例えばあの花の一輪でもあってごらん。お花ね。そ、違うわね。随分変わるよお前。ちょっと持ってくるわ。うん、お花。少しは工夫しろよお前。本当に毎日毎日練習飽きちゃうんだよ。お花。花と野菜は違うぞ。急にこれ野菜。野菜これ、うん。これ野菜。野菜だろお前。野菜か。いいよこれも。急に言われてもでもいいじゃない、なんか彩りが。じゃあ、ここは。じゃあ明日買ってくるこれ。うん、明日買ってくるわ。うん、うん、じゃあ無事にしようか。はい、疲れ様でした。疲れたよ今日は本当に。はい、どうぞ。何やってんの。いや、新しいでしょ。これ食いづらいだろ、だってこれじゃあ、一口終わっちゃうしよ。いいじゃない、おかわりし放題。飯は普通でいいよお前、飯は全く。もう何やってんのかお前。じゃあお味噌汁ね。はい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 、はい、だから味噌汁はこれ変だろお前。え、飲みづらいだろお前。いや、くっとこれ飯は普通でいいって言ったからお前、飯は普通でいいよ。ちょっと先お茶くれ、お茶くれ。お茶ね、はいはい、はい、どうぞ。出てけよ、出てけよお前は。